ペラなどが行われます。右は歌舞伎座です。総ヒノキ造りの建物が建てられてから約1世紀が過ぎました。その間におよそ4回もの建て直しがあり、平成の改築でも桃山時代の建築様式を取り入れたデザインで、平成24年5月にこけら落としが行われました。常に銀座のランドマークとして知られております。カラフル屋根の上には重さ 700kg、 長さ 3.5 メートルの鬼瓦が設置されております。歌舞伎座の奥に高い建物が建っておりますが、歌舞伎座タワーです。駅から直結してんじゃないの、これって。そう、東なんだ。左右の通りは昭和通りです。